Hello, hello. Welcome back to another video. Yakuza 6 Song of Life, Chapter 10, or said the blood law. So, if you follow me on social media, I follow you on Instagram. Link below description. र भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला केही कुरा मलाई भन्नु छ भने नि ओबियसली कमेन्ट गरिदिनु होला र यति भन्दै हामी अगाडि गेम जाँदै छौँ कसले कुटे खाएर यसको बाउ यो त्यसको बुढी その人ゆうべお店に来てたお客さんなんでそんなひどいことするの ルポライターだってさこいつずっとハルカちゃんのことをつけてたんだ写真撮られたらまずいんだろリサーズカトラこの町の人たちはみんな何も言わねえけどハルカちゃんがこういうやつらから隠れたがってるって事情も本当は分かってる多分ハルカちゃんもそれは気づいてたろう特に南雲の頭なんかは芝居が下手だからでも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよこの町の人間はみんなハルカちゃんのことが好きだからゆうたくん気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さないだからさできればハルカちゃんはずっとこの町にいてくれよなうさみゆうた俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ俺のタウマエディスコチョーラこそれもそっち嘘じゃろゆうた踊れ何黙っとるんじゃ何とか言わんかこら すいませんお前がハルカとなんで早よ言わんかったんじゃこのバカタレ踊れ心当たりがあったんじゃろがそれをなんでじゃ達川がハルトの父親だって話だったからまさか俺だとはおうちょ待てユウタお前ハルカちゃんとそのゴムとかつけんかったんかわ
ユタ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。ユータ本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。鬼確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさな。そうだろう。なんじゃ踊れ。お前はマスゾエ、なんでお前がここに。マスゾエ。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。は、話がまるで見えん。一体何ならこりゃ。अर्को च्याप्टर छ मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको त इन्टरेस्टिङ मजुए यो हरियो ज्याकेट लाउनु चाहिँ म जस्तै हो है। म मोटो छ त्यस्तो साह्रो मोटो ユータを坊主の父親と知ったかってどこまでだったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と辰川でね。それがなぜかっていうと、こいつらユータのことをガキの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が採用会の後継者だからだ。ああ、宇佐美優太は採用会の総帥老の血を引く実の息子だ。何言って。老の息子はジミー・ロー。話が見えねえぞマスオエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことでそいつは採用会の正当な後継者になったんだよ。桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスゾイよ。採用会ってのは昔から弱肉強食の大陸だが、その内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りがくだから、採用会のボスはその防止策として。血の絆。ああ、組織の幹部は常にボスと血。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の跡目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば、何が跡目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて組織は。だからそれを避けるために採用会歴代のボスは殺さずに生かしておくのは、長男にもしものことがあった時。雄太がその保険。そんじゃこいつも混じりっけなしの。そんな話急に言われたって信じる。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から。俺と辰川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で真実に気づかせないように、死なさないように、
なん、それが採用会から俺たちに与えられた目、俺たちは親に捨てられ、採用会に拾われた、組織に与えられた人生しか許せ。それじゃ達川は、そのガキの頃からずっと？あいつはお前に中国語も学ばせたろ？そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは、それもお前が万が一後継者になる。俺たちはお前の全てをすぐそばからか、何から何まで俺のこと。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず脳天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供な。そうか、ほんなら清美さんはそので達川が赤ん坊を下ろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本、それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば余計な目を積むこともお目付け役。踊れ、勝手なこと言った。だがその矢先、今から1年半前、そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られた。その普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ、あの子は自分の穴の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥だが、俺たちはそのヘマを没所詮。宇佐美優太は保険の後継者で、達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後採用会がカムロ町にし、おっちゃ、だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男がカムロ町で岩見、ああそうだ、ジミー・ローが殺されたことで優太は後継者の保険から、そして組織は優太を採用会の後継、つまり俺らの隠したい。だから俺と達川はそれこそ血ま、組織に気づかれるより先に俺たち、それ以外に俺たちの助かり、先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのはた、この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で、俺たちはそれを知ると全てをボスに報告、何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる、一体何、子がな赤ん坊、あの牢がそんな血なんてもんにこだわる、くだらねえ男だ。あんたから見りゃそのくだらねえことが何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機械、沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように、もし採用会に赤ん坊を始末されたと優太が死、だがそこで俺の予想、達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒夫に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで岩見恒夫を頼、そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をだが
がその後一体あの日神室町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは辰川の車だったんだよ。辰川が遥ちゃんを、あいつは、これは俺の想像だが、あの事故は辰川にとっても結局辰川はあの事故で赤ん坊を取っ辰川が遥を引いたって話。はあ、そして事故以来姿消してた問題の赤、いつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるんじゃ。カトラパイドラずっとぞ。なるほど、塗っとるじゃないし。Can you imagine? あとはあんたらも知ってる通り、辰川は西洋会に殺されたよ。赤ん坊を岩見津川に売ろうとしたことがバレてな。この野郎、あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを辰川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら西洋会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ辰川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうが、バカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてやろう。え？こいつら、ハルト狙っとるか。クソ、なんじゃ踊れる。うるさい。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。かかってこい、ボンネボンメンインブラック。얘들아 잡아라! 저쪽이다!
じゃ。그놈은건들지마라내가직접처리한다오마이한준키난데오마이가ここに くそそこをどけ邪魔だ俺のパトレバイポートスライダーで아기를빼앗았으니이제그만가시죠キリンさんあなたとはこんな形で再会したくはんで今日はこれで失礼しますバッサラーのデッサンドユータ。ああ、兄貴。ハルトはどうなった？それが、俺も途中ではぐれちまったんで、ハルトのことは頭が連れて逃げてます。どうなったかわからねえ。ええ。でも、組の事務所で待ってれば連絡があると思います。どこどこ。あ、じゃあ。
わかるな。いれ。ありがとうございました。ありがとうございました。ガリロギル。どうです。あの兄貴、俺のことを。おお、兄貴。南雲、堪忍してください。なんだ。あいつら坊ちゃんを船って、なんでソガーにすぐに諦めるんじゃ。いいわけないでしょう。けど俺は急に、ハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえ。しっかりせんかバカだれ。あいつはさらわれたんはあの兄貴。聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっとります。おい、何しとるんじゃ。ユータ、一般つなぶやら。何しとるんじゃ、ユータ。踊れ、ふぬけとる場合か。ユータ、こんなガキ。あ、兄貴。誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ、南雲。ユータ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。
これまでのお前なら目の前で赤ん坊さらわれりゃ一問二もなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。兄貴、自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃお前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に代えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがその時は二度と俺の前に面は見せんな。わしが言いたいこと兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、イーノが船を出しとるはずじゃ。しばらく寝てろ。ロックだ。いらっしゃいませ。サーリーラ。ゼリスワリラ。うまいな。ありがとうございました。おーい、こっちじゃ。もう全員揃っとるで。早く来い。じゃあいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユウタ。俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。
俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは、ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。 The biggest request。 当たり前じゃ、早よ乗れや、このバカだれ。ジャックして大丈夫。ええじゃろ、兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。じゃあ、わかりました。どうも、オンに来ますわ。漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すには。そういや、神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけえんじゃ。あのけど、おやさんも。まあそういうのよ、たがしら。しかし坊ちゃんさらってった連中は。あいつらは人後、連中の中に半純義がいた。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は。親分、俺にはまだ。なんだ。この尾道と西洋。ん？雄太はガキの頃からこの尾道に増添え携わって兵配つの二人も西洋会と尾道の間に。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前言うたら70年以上前じゃ。会長はともかく、牢はそこも。だからその頃の西洋会の頭は牢の先代で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが西洋会は牢に代替わりしてた。その時二つの組織をつないだのがさ、兵配つってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ。クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はその兵配つの子供たちに闇で日本人の子ざっと1万人ぐらいの子がそうやって。日の俺も若い頃はその事業を手伝って。おやっさんも。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、岩見常雄も絡んでいたんですか。うん、ああ、常雄もローと話す機会はあったろうな。そうか、それが尾道と西洋か。その因縁じゃった。うん、ほれ、アジア街でローが中国語でつぶやいとった。尾道なお生産者。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ何なら。クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけ取っちゃいます。そのもっと上の連、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながる。それが会長がなんや説明のつかん力、尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサー。もしかして大道寺実すか。大道寺。おう、確かそんな名前。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとる。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサー。くだらんよた言いよって。
どうせ、ああ、見えてきた。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い。あそこに。ベリーワール。よう、キリュウさん。悪いが俺といいのは船で待たすの。ええ、もう。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ。坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめて。まあ坊主のこと頼むよ、キリュウさん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。Let's go again. Mere pandana. Buru minta cinta. Bos tadi. Oh yes. Kiri no aniki. Omae ra. Iku zo. Iku zo. Sabu kubi.先ほどはどうも。赤ん坊は大事に預かっています。ですが今日はお招きした覚えはありません。その上であなた方にはやっていただきます。それさえ済めば
ハルト君は傷一つつけずに俺たちにやらせたい。正確に言えばそれができるのはユータ君だけで、最妖怪のローを殺すように。なんだと。ユータ君なら父親であるローを警戒させることなく近づける。ですが我々にはローの所在をつかむことさえ非常に。実際アジア外にあなた方、あのローが姿を現したのは。そういうことだ。お前らユータにロー、期限は3日。ユータ、しかしもしやっていハルトを殺すのか。まだ言葉もしゃべりない。一人でお前のスポーツマンシップで男として美しくありたい。くったらねえ。この川崎、お前も男だったら聞いてんのか。わかりました。桐生さんがお一人でいらっしゃるとあっては私のところまでたどり着ければ。お待ちしています。 OK、 ローラマルバルボ。桐生の兄貴どうなったです。今の電話反順義から聞いてた通りだ。兄貴いかんですって。ま、いくら兄貴でも全員で行けば他の交渉材料を思いつく時間がない。ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。くそ。
este va a...ハルト、おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたん。そっちは何人いても構わねえと言った。あいにく残っているのはもう私一人だ。どのみち人軍派という組織は一つだけ確かめて。お前らをバックから動かしているのは岩見常雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見常雄でした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミーローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は、私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように、雄太君に牢への刺客となってもらうためです。なる。なんで達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を乗っ、あの事故の数日前、辰川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし辰川君は何よりもまず組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況。その上辰川君はそんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても辰川、なぜ遥をわざわざカムロ町におびきで。沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし雄太君を刺客として牢へ放つまでは、赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台、たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で辰川と落ち合った彼女は、赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば、辰川は彼女たちを岩見常雄の元で監禁できたでしょう。しかしだからこそ沢村遥はその土壇場で辰川を信用することができなかったようです。そしてもう하고있는거야もしあの時彼女が車の赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大…そうか、てめえらがあるかを。あれは事故ですよ。それに我々はただい半純義、
いいえ、それではさすがに気の毒です。ですがここに我々を止める者は思う存分望む。これがジングオン派の最後の払いだ。진출에 갈 수 있거든. 마다 세월 같다, 하루토. 기레사. 야하리. あなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見常雄も牢もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。Okay guys, thank you for watching. Make sure like, comment, share, subscribe. Gonna Nagrishnola.